ジュラウェンツールは、ハンガリー出身の画家、ニーレジハーザに生まれた。子供時代に、現在のスロバキアの古室園に移った。早くから、絵の才能を示し、1861年から、ミュンヘン美術院のアンシュッツに学び、1865年から1869年の間はピロティに学んだ。1870年に、ハンガリーの歴史画の公募展に1世紀の、 ハンガリー国オイシュトバーン一世の先例を描いた。歴史画を出展し国際的に評判となり、死のピロティの助手として、ミュンヘンのマキシミリアン議事堂などの装飾画を描き、バイエルン王、ルートビヒ二世からも絵の注文を得た。1875年にミュンヘン美術院の教授に任じられた。ベンツールの教えた学生には、スイス生まれで、後にアメリカに渡った。 肖像画家のミューラーがいる。1883年にハンガリーに戻り、美術教師として働き、ハンガリーの王族や上流階級の人々肖像画を描いた。1916年にカール一世がハンガリー国王として退官した際、皇太子夫・フォンハップスブルクの衣服をデザインした。ありがとうございます。